皆さんこんにちは、ピチです。今回はモーニングノートについて、ご紹介できればいいなと思います。で、皆さんモーニングノートって聞いたことありますか？モーニングノートって、ジュリア・キャメロンさんっていう海外の、方が、ずっとやりたかったことをやりなさいっていう本で提唱されている一つのワークのことなんですけれども、このワーク、モーニングノートをやると創造性を、見つけれるよっていう、そういったワークの内容になっております。で、これをやることによって心のデトックスができたりとか、朝からすっきりこうできたりとか、あと思考の癖が知れたりとか、やるべきことが見えて行動しやすくなったりとか、そういったなんていうのかな、なんかこうポジティブになれるような、なれますよっていうようなことを説明してくださっています。で、本来このジュリア・キャメロンさんが提唱されているのは、A4 サイズのページ、A4 サイズのノートに毎朝3ページ、ひたすらこう思ったことを書いてってくださいっていう、ことなんですけど、A4 サイズの、3ページを朝から書くっていうのがとっても私的に難しくて、で、ただこのモーニングノートっていうのにものすごく惹かれて、ちょっと私流に、アレンジして今やっております。で、今回はこの、ジュリア・キャメロンさんの、内容ではなくて、ちょっと私のその自分流にアレンジしたことの紹介をさせていただけたらなと思っております。詳しく本来の、モーニングノートについて知りたいなっていう方は、ぜひこのずっとやりたかったことをやりなさいっていう本をちょっと読んでみてください。はい。で、早速なんですけど、モーニングノートやるにあたって、まずノートを1冊用意します。で、このノートっていうのは自分に合ったサイズでいいと思います。で、今私が使っている、モーニングノートに使っているノートっていうのは、ほぼ日手帳の、カズンサイズを使っています。で、私7月からやり始めたんですけれども、ちょうど7月から12月までの分をアベックっていう下半月分のカズンを購入することができたので、今こちらを使ってこんな風に毎日モーニングノート書いています。で、このカバーはですね、たまにご質問いただくんですけど、ちょっとカメラ近くて見にくくてすみません。こちらはフランフランのノートカバーになります。ポッケがついてたりとか、あとここにですね、ちょっとしたペンケースみたいになるようなものがあって、とても使いやすいです。はい。じゃあ、ちょっと本題に戻ります。で、A4 サイズだとちょっと大きいなっていう方は、私みたいにカズン使ってみたりとか、あとは MD ノート使ってみたり、もう全然キャンパスとかでもいいと思います。自分に合った、ノート用意してみてください。それから、2番目に頭に浮かんできたことをひたすらノートに書き出します。で、これ、書くタイミングなんですけど、私は朝起きてトイレに行って、で、机に戻って書いています。これは朝起きてわー眠いってなって、とりあえずトイレ行って、で、机に行くその間に、あー眠いなーとか、今日なんか暑いなーとか、あー今日体調なんかあれだなー、あんまだなーとか、あとは今日これやりたいんだよなーとか、いろいろ思う
と思うんですよ。で、このトイレから机までの、時間で、でそういったことをノートに、バーッと私は書き出しています。で結構これ埋め、このサイズを埋めるっていうのも、これ英語サイズなんですけど、まあまあ書ける日と書けない日が全然やっぱあります。で、うわ書くことないよって途中でなっちゃった場合は、もうほんとそのまんま、わあ書くことないなとか、いやこんなにまだ余白あるよ、どうしよう、ないな、書くことないな、なんかあったっけなみたいな感じで、もうひたすらもう手を止めずにもうずっと書くっていうのを、やっています。で、次3番目が、最初の8週間は読み返さないっていう、これは私も守っています。で、7月から始めて、ちょうど8週間目を迎えた頃なんですけど、今そろそろ振り返りというか読み返すっていうのを始めようかなと思っています。で、まあ、ざっくり説明したんですけど、こんな感じで私はやっています。このノートのサイズに関しては、本当さっきも言ったんですけど、自分に合ったサイズでっていう風に言ったんですけど、本当に自信がない方はこのミニ6のこのリフィルとかでも、こんな小さいサイズとかでも全然いいと思います。私はこれ実際モーニングノートやってみて、本当に頭の中すっきりするんですよね。なんていうのかな、書いてるうちに今日どんな一日にしようかなみたいに考えたりとかすると、なんか頭の中の整理とかできたり、あと嫌なことがあった時はそれ朝から書き出すことでなんかこうすっきりするっていうような感覚に慣れて、でやっぱ寝ぼけてる状態なので、まだ目が覚めてない、脳がしっかり覚めてない状態なので、意外と本音で書けたりとかして、すごく私はこのワークは気に入っております。今後も続けていきたいなって思っている、ワークの一つです。で、私の実際あんまりそもそも人に見せるものでもないんですが、ちょっと参考になればなと思って、最初の、7月の初めの部分、こんな感じで、書いていました。まあ、今もこういう風に書いてるんですけど、で、私が一応、続けるコツっていうか、私の中でなんですけど、やっぱりなんていうのかな、この朝起きてこのまっさらな状態だとちょっと威圧的なんですよね。で、やっぱり気分を上げたいなっていうのが自分の中であるの で、やっぱり寝起きにこういうシールを貼るっていうのは結構自分の中で負担が多いので、先にですね、デコを済ませてるようにしています。あ、明日の分やらないと。で、先にデコをして、あとはあえてこういう大きいシールとかも貼ってみて、負担を少し減らしてみるとか、そういうこともやっています。とにかくなんていうのかな、楽しく自分に負担のないようにっていうのを心がけてやっております。で、やっぱり体調によっては朝モーニングノートできないっていう時があると思うんです。で、普通の日付なしのノートだったらそんなに気にならないと思うんですが、私はこの日付ありのものを使っているので、どうしてもここが空白ページになってしまうんですよね。で、そうするとやっぱりできない日が続いたりとかすると、結構空白ページが続いて、なんていうのかな、結構落ち込むというか、はできてないなとか続かないなとかってこう思っちゃうなって思ったので、
書けない日は思い切って雑記帳にしています。その日にあったことの雑記帳にしております。でこの14日日曜日はモーニングノートができなかったので、あの台風が前の日に多分来てたんですよね。で台風思ったよりもひどくなくて一安心とか、こういう本当に雑記として、こんな風に書いて埋めるようにしています。まあ、そうするとこうパラパラってした時も空白ないので、結構あ私できてるなみたいなちょっと自分で自分を励ませれるというか、まあ、こんな感じで続けております。でそれからちょっとモーニングノートとは話が、ずれてしまうんですけれども、あそうだ、その前にあれですね、振り返って8週間後にこう振り返っていくんですけど、こういうの読んでて、あ私この時こういうふうに思ってたんだとか、あっここをなんか私こういうふうに考える癖あるんだなとか、これ多分読み進めていくとどんどんそういう発見があると思うんですよね。でそんなのを今楽しみにしております。で追ってなんかモーニングノートやって、結果こういうふうな効果を私は得られましたよとかっていうことがあれば、また今後動画にして、改めてモーニングノートの、効果なども私なりに、ご紹介できたらいいなと思っております。で、カズンのこのちょうど日付カレンダーのところにこんな感じで8週間後のところにシールを貼って、でこの日からもう読み始めていいんだなみたいな、振り返っていいんだなみたいな感じで、使っております。はいはい、もう大丈夫かな。そうで今ちょっと余談なんですけど、家にですねこの大好きな私のライフノートが一冊あって、で本当にこのノート好きすぎて使いたくて買ったんですけども、鑑賞用に置いてあるノートなんです。ただなんかやっぱり使わないともったいないなって思ったので、ちょっと来年はまだ迷ってるんですけど、モーニングノート用として、ほぼ日のまたカズンを購入するか、それともこのライフノート、ちょっと大きくなるんですけど、まあ慣れてきたし、これに1ページに毎日書いていこうかなとか、今ちょっとそんなことも迷っております。で、この間、ご質問をいただいたんですけれども、ちょっとモーニングノートをする上でも、あこれってちょっと皆さんにお伝えしといたしたいなって思ったので、ちょっと一緒に質問回答もここでさせていただこうと思います。前回いただいた質問なんですけど、手帳を続けるコツは何ですかっていう質問をいただきました。で私なりに、手帳を続けるコツ、ちょっとまとめてみたので、そんなお話も今日、今やりたいなと思っております。はい、手帳を続けるコツ、私が、思うコツ3つ見つけたので、1つずつご紹介していこうと思います。まず1、仲間を作ること。これは、YouTube でもいいと思います。自分の好きな憧れな、使い方をしている方を見つけて、モチベーションをいただくとか。
っていうことでもいいと思いますし、インスタグラムやツイッターなどで、同じ手帳好きの方 と、お友達仲間を作って、みんなで楽しく、やるっていうのもとてもね楽しいことで続く秘訣の一つなのかなと思ったので、まず1、仲間を作ることです。で2、無理や我慢をしないこと。これは無理して体調悪いのに気分が乗らないのにでも書かなきゃとかって、その何々しなくちゃみたいな、その何々したいだったはずが何々しなくちゃっていう、そのウォントからマストに変わるっていうのはちょっと私の中では自分の中で注意報だと思っています。結構こうしたいからやるっていうことを続けれるように工夫しています。なので体調悪い時とか気分が乗らない時とかは私もやらないですし、もしなんていうのかな、その空白ページができたとしても、私はそれはそれで空白のページとして記録しておくっていうのもいいのかなってゆるく考えています。ただやっぱり空白ページがあったりするとちょっとなんか物によってはこう落ち込んじゃうなとか、なんか私はそういうふうに思えないんですっていう方いらっしゃったら、コラージュページにするとか、私のようにさっきのモーニングノートじゃないですけど雑記ページにしてみるとか、なんかそういった工夫をしつつ、自分が無理や我慢をしない工夫をすることが長く続けれるコツの一つなんじゃないかなと思います。で最後に、自分に合った形を見つけること。これもさっきの説明と少し同じ部分出てきちゃうんですが、これもやっぱり無理や我慢は良くないので、そのさっき言ったしたいな、書きたいな、デコりたいなっていうところから、あしなきゃみたいな風になってしまったら、何々しないといけないみたいになってしまったら、それはちょっと自分が無理してるんだなっていう風にちょっと危険信号だと捉えて、もう少しちょっと書くスペースを減らしてみようかなとか、1個、紙のサイズを1つだけ小さくしてみようかなとか、そういった工夫、自分に合った形を見つけていくことが続けれるコツなんじゃないのかなと思います。で、自分の環境や生活リズムがやっぱり変わることによって、手帳のサイズだったり書く内容って変わっていくものだと私は思っているので、1年間同じリフィルをずっと使えなくても、私はそれはそれで、自分の変化だと捉えて結構変えてしまったりとかしています。最初はトゥードゥーリスト用に買ったり、1年用の、ウィークリーリフィルだったけど、なんか最近別にトゥードゥーとかっていうのもそんなに書くことないよなっていう、自分のそういう環境に変化したとしたら、それはじゃあ一言日記のリフィルにしようかなとか言って、そんな感じでなんていうのかな、そういこう型にはめすぎずにゆるく、続けております。はい、こんな感じで、大丈夫かな、なんかちゃんと伝えれたかどうか不安なところは残ってるんですけれども、一応私なりに心がけている、3つポイントを、お伝えしました。モーニングノートのことに関してや、こ
このコツに関してなんかもう少しなんかちょっと聞きたいなっていうことがもしございましたら、ぜひコメント欄やインスタグラムの、ダイレクトメッセージなんかでお声かけください。では、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。ピチでした。バイバーイ。